小選挙区制。小選挙区制とは、一選挙区ごとに一名のみを選出する選挙制度である。議会などの二人以上の人員を要する機関を構成するとき、定員と同数の選挙区を区分けし、一選挙区ごとに一人の当選者を選ぶ選挙制度の総称である。現代の日本では、選挙方法に短期非常識投票を用いた単純小選挙区制を指すことが多い。 この他にも、アプリウバルボーティング、レンジボーティング、ボーダカウント、シュルツなど、定数一人の制度ならば、何でも小選挙区制を利用できる。一選挙区につき一人しか当選できないため、区割りとの相関が低い意見の対立は、議会に持ち込まれにくく、多数代表の性質が強くなる。一方、各選挙区は、別々に分かれて選挙を行うため、 区割りとの相関が高い意見対立は再現されやすく、少数代表の性質が強い。いずれにせよ、選挙候補者は二大政党に所属していた方が選挙で、選する可能性は高くなる。したがって、特定地域の支持者を背景に正解に、新規参入しようと欲する候補者は、対立候補者が二大政党の片方からすでに立候補していた場合には、政策、 主張の際があろうがなかろうが、もう片方からの立候補を検討する必要に迫られる。その結果として、政策論争がないがしろにされる懸念が生じる。区割りとの相関が低い問題については、議員の間に根深い対立がないので、審議は速やかに完了し、満場一致で議決が下る場合もある。また、同じく多数代表の選挙方法で選ばれる政府と、 同調しやすく、政府と議会の対立で国政が麻痺する、可能性が低い。区割りとの相関が高い問題については、議員の間に根深い対立が生まれ、審議は平行線に陥りやすく、多数決で決着をつけざるを得ない場合が多い。有権者は選挙区間の移動が容易ではないので、単純な戦略投票にさらされても、比例代表の性質を持ちにくい。 このため、ゲリーマンダーが行われるなど選挙区の区割りが適切でないと議会での勢力比と有権者での勢力比が一致せず、直接選挙、大統領制や首相候選制などで選ばれた政府と対立する可能性が高くなるねじれ現象。ある特定の政治問題で独特なスタンスを取る小規模政党が選挙区で苦戦を強いられ政治的に少数派の意見が 国政に反映されにくい。ジェフリー・サックスは、小選挙区制度では二大政党制になりやすく、小規模政党は踏み潰されることになると論じている。単純小選挙区制では、選挙方法に短期非常識を用いているため、デュベルジェの法則が働く。このため、有権者は二大政党と、有権者自身が予想するの候補者以外の選択肢を表明しにくなる。 単純小選挙区制において、政党の議席数は、政党の得票率に対して三次関数の議席数になることが知られ、これは三条法則と呼ばれる。2005年5月に行われた、イギリス下院議員選挙では、与党、労働党の得票率が35%、野党第一党、保守党の得票率が32%と、両党の得票率の差はわずか3%に、 過ぎなかったが、獲得議席数では159議席もの差がついた。参議院選挙の一陸の選挙区、半数改選のため全体としては、定数二人も小選挙区とも表現されることがある。国政のほか、都道府県議会選挙においては、定数一の選挙区、すなわち事実上の小選挙区制選挙で議員を選出する地域が多い。これは、 同選挙の区割りが、市・軍隊員を基準に定められるが、その都道府県内での有権者数の比重が小さく、想定数の中から一人しか割り当てられない地域が多いためである。日本の衆議院においては、まず1890年の衆院選から1898年の衆院選において、小選挙区制が採用された一部完全連期制の二陸があるが、 特定政党の議席独占が起こりやすいため、短期式の中選挙制とは異なる。1902年の衆院選から1917年の衆院選まで大選挙区制が導入されていた。原高市内閣による選挙法改正で再度導入され、1920年の衆院選と1924年の衆院選は小選挙区制が実施された。 1928年の衆院選から1993年の衆院選までは、中選挙区制が導入されていた。ただし、第二次世界大戦後の1953年に、アメリカ合衆国から日本へ、市政権が返還された鹿児島県天見群島では、歴史的経緯から天見群島選挙区が一陸として設置され、事実上の小選挙区として存在した。 この天み軍統選挙区は将来鹿児島県第3区へ統合するまでの暫定措置とされたが、1954年の補欠選挙で初めて議員を選出し、一票の格差を解消するための定数是正措置により1992年に消滅、鹿児島県第1区へ統合するまで存続した1990年の衆院選が最後の選挙。この間、 1956年に第3次、鳩山内閣が単純小選挙区制を、1973年に第2次、田中角栄内閣が小選挙区比例代表並立制をそれぞれ衆議院に導入しようという計画を立てたが、大政党に有利である、選挙区の区割りが歪であり、恣意的である、などと批判された。特に区割りに関しては、1810年代の アメリカにおける事例、マサチューセッツ州知事エルブリッジ・ゲリが、サラマンダーの形をした辞頭に、有利な選挙区を作り、ゲリマンダーと呼ばれた故事をもじって、ハトマンダー、第3次、鳩山内閣閣マンダー、第2次、田中角栄内閣と揶揄された。このような批判と、政権自体の求心力の低下により、両内閣とも導入を断念した。また、 日本の小選挙区制のモデルケースと目された甘み、群東区で選挙がしばしば加熱し、選挙違反者の大量発生が続いたことも、小選挙区反対論の根拠となった、いわゆる安乗り戦争。1980年代後半、中選挙区制の欠陥が指摘されると、再び小選挙区制導入の論議がなされた。リクルート事件後の1991年、 海部都式内閣及び自民党執行部は、小選挙区300、比例代表171の、小選挙区比例代表並立制導入を起とするが、小泉純一郎らが反対を表明し、推進派の責任者だった羽田勤に猛反発するなど、党内調整が難航し、導入は見送られ、内閣は、総辞職した、海部を下ろし、 その後1994年の公職選挙法改正、政治改革四法の一つで、衆議院選挙において、小選挙区比例代表並立制、小選挙区300、比例代表200が導入され、1996年の衆院選から実施された。日本共産党は、制度の根本的欠陥として第一党が4割台の、得票で7から8割もの議席を占め、 得票率と獲得議席数に著しい改議を生み出す点や指標が過半数に上っている点などを挙げており、小選挙区制では一票の格差を是正することは不可能だと指摘。民意を反映する比例代表を中心とした制度への改革を主張している。社会民主党は制度の問題点として、得票率と議席率の乖離、指標の増大、一票の格差の拡大、 少数党に不利などの点を挙げており、比例得票数を議席配分の中心に据えた選挙制度への改革を目指すとている。公明党代表の山口夏夫は、イギリスを見てもわかるように、単純小選挙区制で民意を集約するのはもう無理だ。世界の流れは民意をいかに正しく反映する選挙制度にするかだと述べている。元東京都知事の石原慎太郎は、 定例会見の場で小選挙区を採用したことが絶対に間違いですよ。健全な民主主義や健全な政治家は生まれてこない。どんどん政治家が小さくなっちゃった。今はみんなロボットみたいでどれもこれも顔は違うけど言っていることは同じだわ。寂しい国になっちゃったねと小選挙区制度を批判し制度自体を否定た。また1994年の小選挙区制度入の際に 総務会で、小選挙区制に最初から最後まで反対したのは、私と野中広武だけだったと述べた。元政治家の田村幸太郎は、日本において、階級や民族などに大政党が争う対立軸は、ない。候補者は、理念や政策が異なっても当選するために、大政党の公認を受け、満引と受けする、ばらまき政策を掲げる。選挙区事情で、 政界再編も起きにくいと指摘している。東京工業大学名誉教授の田中善一郎は、小選挙区は、捕獲対立の時代には適した制度であるが、現在のように国民が多様な意見を持つ状況では、国民の選択を、無理やり二者択一に導く道具と化し、二党のどちらかに投票した瞬間に、民意は歪められると指摘している。 衆議院の小選挙区割り方式は、まず衆議院議員選挙区確定審議会にて審議される。選挙区割りは、国民の一票の格差を決定し、政治家の当落を左右する重要な問題である。衆議院小選挙区については、国政調査の結果をもとに10年ごとに、衆議院議員選挙区確定審議会が審議して、内閣理大臣に勧告し、総理大臣は、 問題がなければ、それを採用して国会に提出し、審議に付される。審議会の委員は、国会同意人事であり、両院の同意を得た、国会議員以外の指揮者7人が、総理大臣に任命される。区割りするときは、一票の格差を二倍未満にする、大都市を除き、市区町村を分割しない、飛び地を作らないなどの方針の下で、地性や交通を考慮して決定される。 しかしながら、第43回衆議院議員総選挙、2003年、では9つの選挙区で1票の格差が2倍を超えた。また有権者数の調整のため、一部の地区では選挙区が分割されている、詳細は選挙区が分割されている、市区町村を参照。一区は、都道府県庁がある選挙区、政令指定都市の場合は、都道府県庁がある区の選挙区に割り当てられている。 市町村合併による協会の変更があっても、選挙区割が自動的に変更されることはない。いわゆる平成の大合併の進展により2003年から2007年3月末にかけて各地で大規模な市町村合併が行われた2009年8月1日、現在で唯一の例外を除いて区割は2002年に改正された当時のままである。 そのため2005年9月11日に行われた第44回衆議院議員総選挙では、新潟市が4つの選挙区にまたがったを筆頭に、全国で35市長が本来分割されている、市区に加えて、複数の選挙区にまたがることとなった、現在分割されている、選挙区は、平成の大合併により選挙区が分割された、市区町村を参照、公職選法13条参考本文。 ただし市町村合併によらない市区町村の境界変更の場合には新たに所属する市区町村の選挙区に変更となり新たに所属する市区町村が属する選挙区が2以上ある場合には総務大臣が属する選挙区を決定する公職選挙法13条3項正し書き4項同法施行令2条1項唯一の例外は2005年2月13日に長野県から 岐阜県中津川市に編入された旧山口村の区域である。2005年6月29日に公布された公職選挙法の一部を改正する法律によって、それまで所属していたの4区から岐阜5区に所属が変更され、同時に比例代表区の北陸新越ブロックと東海ブロックの境界線も新しい県境に合わせて変更された。 2009年の一票の格差をめぐる裁判における最高裁判所大法廷判決では2.30倍の格差は違憲状態であり都道府県にまず一議席を割り当てる一人別枠方式が格差を生む主要な原因になっているとして速やかな廃止を求める内容が言い渡された東京都と愛知県は小選挙区制が導入以来人口が急増したにも かかわらず選挙区は増えていなかったり、2002年区割り変更で17から18へ小選挙区を増やした神奈川県は、その後19小選挙区の大阪府の口を抜いたにも、かかわらず小選挙区数は矛盾していることには反映されていない。中は立候補しなかった場合、政党等が存在しない場合も含む、例は立候補したが、当選者がいなかった場合を指す。ロシアは、 1993年の下院選挙から2003年の下院選挙まで小選挙区比例代表並立制が採用されていたが2007年の下院選挙から比例代表制に移行していた。しかし与党統一ロシアは自らに有利となる要選挙制度改正を行い2016年の下院選挙より小選挙区比例代表並立制を復活させた。これにより 2016年の会員選挙で統一ロシアは小選挙区で他の党を圧倒し225選挙区のうち203選挙区で勝利を収めた。比例代表と合わせると獲得議席数は343となり、前回2011年の238をはるかにしのぐ結果となった。統一ロシアが獲得した得票率は2011年の選挙とほぼ同じであったが、 議席占有率は大幅に高まった右グラフを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。